ヘルムート・コール、ヘルムート・ヨーゼフ・ミヒャイル・コール、ヘルムート・ヨーゼフ・マイケル・コール、1930年4月3日から2017年6月16日は、ドイツ、旧西ドイツの政治家。戦後最長記録の16年にわたって、連邦首相を務めた、在任1982年から1998年。冷戦終結の波に乗り、1990年に、 東西に分裂していたドイツの再統一を成し遂げ、時の人となった。1930年4月3日、ドイツのバイエルン州ルートビヒスハーフェンアムライン。現在は、ラインラントイコール、プファルツ州に、バイエルンの財務管理の3番目の子として、カトリック教徒の家庭に生まれた。兄の一人は、第二次世界大戦で戦死するが、コール自身は、戦争末期に、 ドイツ空軍の補助員として徴収されたものの、戦闘には参加しなかった。早くもギムナジウム在校中の1946年に、キリスト教民主同盟、セディに入党した。その後1950年から、フランクフルト大学及び、ハイデルベルク大学で、法学、歴史学、政治学を学び、1956年から、同大学で助手を務めて1958年に、 プファルツにおける政治変遷と政党の再建という論文で博士号を取得する。翌年、鉄校所の経営や産業団体の顧問を務め、1948年からの知り合いだったハンネローレレンナーと結婚する。二人は二男を設けた。コールは、セディの青年団組織、ジュンゲユニオン、ジュの地元での設立に関わり、1947年、 在学中の1953年に、党の州支部事務局に加入した。1954年には、州の自副代表、翌年州の党執行部員に就任した。1959年には、地元ルートビヒスハーフェン軍の党代表となり、翌年ルートビヒスハーフェン市議会の党議員団長。1963年から、ラインラントプハルツ州議会の党幹事長。 1966年、党の修士部代表に就任し、同時に党の連邦代表委員の一人となる。1969年5月19日に、ラインラントプハルツ州首相に就任し、セディ副党首となる。州首相として、軍の再編成とトリア大学、カイザースラウテルン技術大学の創建に関わった。彼の地元での有力支持勢力は、産業界であった。 1971年、クルトゲオルク・キー・ジンガーの後継党首選挙に挑むが、ライナー・バルツェルに敗れた。しかしバルツェルは1972年に、ドイツ社会民主党、SPD の連邦首相、ビリー・ブラントに対する建設的不信任案決議に、敗北して、威信を下げ、翌年コールが変わって党首に就任した。1976年、初めて、ドイツ連邦議会選挙に、 首相候補として挑み、得票率48.6%の高成績を収めて第一党となるが、SPD と自由民主党、FDP の連立政権からの政権奪取はならなかった。この選挙でコールは連邦議会議員に転じて議員団長となり、州首相を辞任した。1980年の連邦議会選挙では、経験に勝る姉妹政党キリスト教社会同盟。 CS のフランツ・ヨーゼフ・シュトラウス党首に首相候補の座を譲る人数を強いられたが、この選挙でもセリ・シエスは勝てなかった。ところが1982年9月、財政再建、新自由主義を取るか、社会保障、社会民主主義を取るかで、与党 FDP と SPD が決裂。コールはすかさず、FDP と連立協議し、10月1日にヘルムート・シミット首相に対する、 建設的不信任決議案を提出。この案に FDP が同調して、シュミットのメンとコールの第六代連邦首相就任が決まった。建設的不信任決議案が提出されたのは二度目だが、記述、可決したのは今のところこれが唯一の例である。副首相兼外相には、シュミット政権時代同様、連立与党 FDP のハンスディートリヒゲンシャーが収まった。 しかしこのようなやり方で政権を奪取した上、長らく地方政界にあり、前任者のブラントやシュミットと比較して、国際政治に赤付きしていないとして、コールの手腕を不安視する向きもあった。このためコールは、政権発足後の1982年12月に、内閣新任決議案を提出。これを与党議員の欠席で、意図的に否決させることで、大統領の議会会散例を引き出した。 総選挙は1983年3月に実施され、連立与党が勝利を収め、ようやく政権は安定した。コールが最初に取り組んだのは、ワルシャワ条約機構に対しての抑止力となる NATO の軍事力強化、ミサイル配備で国内での平和運動が盛んになる中、これを実行した。隣国フランスとの同盟強化にも努め、1984年には、 フランス大統領、フランソワ・ミッテランと共に第一次世界大戦の激戦ジベルダンを訪問し、二人で手を繋いで戦死者を鎮魂し両国の友好を誓った。この姿は、独仏関係の新時代を象徴するものとして有名であり、後に、独仏連合部隊や独仏共同テレビ局アーテの創設、さらには、マーストリヒト条約締結や欧州。 共同通貨ユーロ導入での独仏数軸と呼ばれる緊密な協力関係へと繋がっていく。アメリカとの友好にも努め、1985年にはロナルド・レーガン大統領と共に第二次世界大戦の米独領軍の戦死者が眠るビットブルク墓地に喧嘩したが、この墓地にはナチスの武装親衛隊員も葬られていたため、批判する声もあったビットブルク論争。内政では、 FDP との連立ということもあり、当時の先進国首脳だったマーガレット・サッチャーやロナルド・レーガンに近い政策であると言われている。ただし、イギリスやアメリカに比べ、ドイツでは伝統的に社会民主主義が強いので、それへの配慮もあった。1987年の連邦議会選挙にも勝利して、コール政権は3期目に入る。コールの最大の政治的業績は、 一連の東欧革命の中、1989年11月9日のベルリンの壁崩壊によって始まったドイツの再統一である。ヨーロッパでは二度の世界大戦の経験から中央に統一されたドイツの誕生を警戒する声もあった。また、西ドイツ国内を中心に経済的に格差のある東ドイツを吸収することに対する負担の大気を危惧する意見も多かった。 しかし、コールは、ドイツ統一の後期を逃すことの不利を解き、一気に統一を推進した。コールは、ヨーロッパ統合推進派として、統一ドイツを、ヨーロッパ連合及び、NATO の枠内に位置づけすることで、旧連合国の米仏層といった、各国首脳の合意を得ることに成功した。1990年10月3日、寒気の中ドイツは、再統一された。 ドイツ統一の立役者として、コールの政治的維新は頂点に達した。統一後初めて行われた1990年の連邦議会選挙にも勝利し、コール政権は4期目を迎えた。しかし、国民の興奮が冷めると、統一前のコールの説明と異なり、統一の困難な現実が明らかとなる。とりわけ、コールのドイツ統一過程における経済運営は、いくつかの問題が指摘された。 例えばコラムニストのオーラフ・ストーベックはその点について以下のように述べている。1994年の連邦議会選挙に新賞して5期目を迎え、1996年には初代連邦首相アデナウアの在任14年を抜いた。しかしコール政権に対する国民の飽きは覆うべくもなく、地方議会選挙で SPD に負け続けて連邦参議院では、 与野党の勢力が逆転した。党内からのボルフガング・ショイブレラの突き上げにもかかわらず、コールは首相と遠首の座にしがみつき続け、少なくとも2002年までは党首を続けると宣言して、周囲を呆れさせた。その結果1998年の連邦議会選挙に大敗して、退陣を余儀なくされた。首相在任16年は、オットー・フォンビスマルク以来の在任期間記録である。 首相退任直後、敗北の責任を取って、四半世紀にわたって務めた、セティ投主も辞任した。しかし、追い打ちをかけるように、1999年には、コール自身が受け取り署名した200万ドイツマルクの政治献金のところが不明瞭であることが発覚。セディがコールの指示の下、不法な政治資金を調達し証拠を隠滅した疑惑が発覚し、 ドイツ統一の功労者としての立場も一転して地に落ちた。連邦議会には調査委員会が設置され、コールは2000年1月18日に名誉党首を辞任した。同年、ボンチ県は特別配任罪で、コールやその懐刀とされていたボルフガングショイブレ、党首、フォルカー・リュウエ元国防相などの捜査に本格的に着手する。同年3月16日には連邦議会で、 承認関門が開始され、その後も数回にわたりコールやショイブレに対し関門が継続されるが、決定打にはびつかなかった。翌2001年2月8日、盆地県は罰金30万マルクをコールが支払ったことで、立権を断念する。さらに、翌2002年7月4日には、ベルリン行政裁が闇献金疑惑について、旧東ドイツの情報機関、 シュタージが収集していた情報の公開をプライバシー保護を理由に差し止めたことにより同事件は幕引きとなる。2002年や秋の連邦議会選挙に出馬せず政界を完全に引退した。ただ2002年に行われたハンガリーの総選挙では当時のオルバーン・ビクトル首相の応援に駆けつけている。2001年7月5日には長年連れ添った夫人ハンネローレが 太陽アレルギーという現代医学では治療が不可能な難病奥に自殺、68歳。前日には闇献金事件が事実上幕引きとなっており、夫の無実を見届けた、いわば覚悟の自殺であった。かつての栄光に比して、コールの晩年は全く寂しいものとなっている。その後は解雇録を執筆。2004年12月のスマトラ沖地震による大津波災害の際には、 偶然スリランカでは監視中で、スリランカ軍のヘリコプターで救助されたというニュースで、久々に、人々の注目取った。2008年2月に、自宅で転倒し頭部と足を負傷したことで、療養生活に入る。同年5月に、かねて交際していた35歳年下のマイケ、リヒター、マイケ・リヒテルと結婚した。同年、亡き前妻の名を冠した財団を設立。 ベルリンの壁崩壊20周年を迎えた2009年11月、ブッシュ元大統領やゴルバチョフ元大統領との会見には出席したものの、政府主催の記念式典には出席しなかった。公式には、健康が優れないためとされているが、政府専用機の使用を断られたのを不満に思い、出席しなかったとも報道されている。2010年10月3日に、ベルリンで開かれた、 ドイツ再統一20周年記念式典には、車椅子姿で出席した。2017年6月16日死去。87歳ボーツ。セギの当主を引き継いだ、メルケル首相は、コール氏は偉大なドイツ人であり、偉大なヨーロッパ人だった。彼は、ドイツ統一とヨーロッパ統合というドイツにとって、過去数十年最も重要だった二つの課題に、懸命に取り組んだ。 私の人生にも決定的な影響を与えたと述べ、その業績を称え感謝の気持ちを示した。フランスのマクロン大統領は声明を発表し、フランスのミッテラン元大統領と共にドイツ統一を主導し、ヨーロッパの統合を推し進めた自由な移動や単一通貨などの業績はコール氏に追うところが大きいとして、その功績を称えた。アメリカのトランプ大統領は、 ドイツの現代史で最も長く首相を務めたコール氏はアメリカの友人であり名優であった。ドイツ統一の父であるだけでなくアメリカとヨーロッパの関係の推進役でもあったと業績を称えた。中曽根元首相は大きな体でにこやかに話すコール元首相の姿が懐かしく思い出される。互いの立場を超えて信仰をいただいた西側諸国が団結し、 東西冷戦の終結とともに、東西ドイツの統一が実現したことは、コール氏の指導力と判断、そして何より、その過断な行動力がもたらしたものだ。新人なる敬意を表し、心からのご冥福をお祈りするなどとしたコメントを発表。欧州委員会のユンケル委員長は、コール元首相の不法に深く傷ついた。私の死であり、 友人であり、ヨーロッパの本質でもあった年を惜しみ、コール元首相は、東西の間に橋を架けただけでく、ヨーロッパの未来に向け、より、よい青写真を描き続けた。単一通貨のユーロは、コール元首相なしでは、なし得なかったとして、EU の統合の基礎を築いた功績を称えた。ブルッセルにある EU の本部では、コール元首相の死去の知らせを受けて反旗が掲げられた。 同じ時期の1989年から4年間、任期を務めたアメリカのブッシュ元大統領は、コール元首相は、第二次世界大戦後のヨーロッパで最も偉大な指導者の一人だったドイツの統一は、私にとっても人生で最大の喜びの一つとなっていると述べ、コール氏の功績を称えた。内外の大学の名誉博士号多数。1988年。 独仏友好関係推進の功により、フランスのミッテラン大統領と共に、アーヘン氏より、カール・大帝賞を授与。1999年、大統領自由勲章、アメリカ、ドイツ連邦共和国功労勲章特装大十字章。この勲章を授与されたのは、コンラート・アデナウアー以来二人目である。2007年はじめ、欧州委員会委員長、ジョゼマヌエル・ドゥランバ・ローゾは、 ヨーロッパ統合の功労者として、コールとミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領の両名に、ノーベル平和賞が授与されるべだ、と発言した。1982年10月4日から1983年5月29日。1983年5月29日から1987年5月11日。 1987年5月12日から1991年1月17日。1991年1月18日から1994年11月15日。1994年11月15日から1998年10月27日。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。